ックでは小さいものもつまむことができます。ライドソファ、ちっちゃな豆みたいな小さいものでもしっかりつまむことができるんですね。はい、よく見てました皆さん。はい、共にしています、市原ゾウの国でも電車の裏側に彼らの宿舎がありましてですね、常に彼らと一緒にいます。なので今回も勇気の専属のゾウさんとリリコの、専属のゾウさんが一緒に王子動物園に来てくれているんですね。はい、リリコのお手伝いはいかがでしょうか。はい、水色の次は緑色のやつでですね、なんかイメージが湧いてきましたでしょうか皆さん。はい、勇気ももうすぐ次の出番がありますね。はい、今回の絵柄は神戸にちなんだ絵柄になっています。はい、勇気ちょっと今仕事がないので暇そうですね。はい、なんか切れてたんだ。面白かったんじゃん。